い、どうもジェケマルです。ということで皆さん、本日はですね、前回の動画の続きでこちら、はい、コラボの塔から貞子の要塞8階の方ですね、初見プレイで攻略していきたいと思います。イエーイ。ということで皆さん、画面を見るとですね、こちら貞子ステージって出ているんですが、今回ですね、8階のステージを挑戦する前にこちらのね、貞子ステージに挑戦して、今回こそは一発でね、攻略していきたいと思います。それではやっていきましょう。さあ、レディーゴー。ということで、いや、10回まであると楽しいね。前回はさ、ジェケマルこちらのね、貞子イベントやっていなかったので、多分5回まではね、登場していたんだろうなとは思うんですよね。でもジェケマル今回初めてだからさ、1回から10回までね、すごい楽しめるんですよね。ということでさあ、こちらの貞子ステージも初めてなんですが、めちゃくちゃ楽しいです。めっちゃ難しいからね。はい、ということで今回はですね、一発でクリアしていきたいと思いますので、よかったらぜひ最後まで見ていってください。危なかったよ今。あー、危ねえ危ねえ危ねえ。これどうすればいいんだ。危ねえ、オッケー。あー、危ねえ危ねえ危ねえ、マジで危ねえ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 、危ないとしか言えてない。本当にもう危なすぎ。これいけんのかな。あー、いけるんだ。なるほどね、針が1個少なくなっておりますね。さあ、ということでこれは下に行って右に行ってね、ゴールでございます。いやー、難しかったですね。はい、ということで、初っ端ですね、一発でクリアしました。オッケー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 。さあ、ということで真ん中今回もですね、引いていきたいと思います。さあ、開けてみましょう。はい、太陽くんですね。太陽くん、ギラギラギラ。さあ、それではね、恒例のこちら1回ね、10連回してそれからですね、挑戦していきたいと思いますが、今回も当たりませんでした。さあ、ということでコラボのね、塔の8階のステージ初見プレイ挑戦していきましょう。待って、針山が見えるんですけど。はい、ということでね、必要チケット青チケ3枚ということで、挑戦していきましょう。さあ、どんなステージになんでしょうか。倍速で針山か。倍速になっているぞ。石像をうまく使って青鬼から逃げようということで、さあ、ちょっと難しくなっておりますね。一回ちょっとさ、最初だけど集中していいですか。はい、ということでちょっとね、無言モードでやっていきたいと思います。さあ、あ、なるほどね、なるほどなるほど。やばい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 、これやばいこれやばいこれやばいな、難しいな。オッケー、あ、難しいよ、難しい、めっちゃ難しいこれ。ちょっと待って、これね、喋りながら実況やばいかもしれない。うん。さあ、ということで、まず1個目のバルボを解除していきました。これ喋りながら、危ねえ危なかった危なかったよ。はい、ということでいい感じ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 ですね。これさ、1回でもさ、ミスっちゃうと大変なことになっちゃいますよね。はい、ということで2個目のね、バルブも解除していきましょう。石像を押す系は結構得意だし楽しいんですけど、こういう系はね、むちゃくちゃ難しいので、あ、危ない危ない危ない、マジ危ない、これマジやばい。 OK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 。 さあ、3つ目解除しましたよ。はい、ということで青鬼もね、倍速になっているんでしょうか、どうなんだろう。さあ、こっからね、ゴールに向かうだけですが、大丈夫か、大丈夫なのか。ちょっと待って、なんかめっちゃ速いの見えたんだけど。うわ、めっちゃ速いめっちゃ速い、見てください。え、待って、2体出現してる。ちょっと待って、これでゴールだよね。 OK、 いい、もうゴールしていいのか、ゴールしていいのか、ジェケマル。さあ、いいのいいのね、じゃあゴールしちゃうよ。はい、ということでゴールしました。 OK。 さあ、ちょっと見ていきましょうか、もう1体どこにいたんでしょうかね。さあ、ということで確認していきたいと思いますが、確認する時間あるかな。もう1体どこだ、もう1体、ちょっと待って待って、1体見つけた。2体目はどこに、あ、いた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 。あ、なんかね、一番上にいましたね。はい、皆さん見えますか、右。うん、一番上にいましたが、今回8階の方で、簡単にクリアすることができました。いいね、貞子ステージもさ、一発でクリアしたし、この難しいステージもね、一発でクリアしましたね。はい、ということでジェケバルでした。それでは戻っていきましょう。さあ、ということで皆さん、今回はサクサクですよ。はい、ということでね、8階の報酬受け取っていきましょうか。受け取りましょう。ということでこちらですね、ガチャを回していきたいと思います。さあ、これもね、めちゃくちゃいいのが出そうですが、何が出るんでしょうか。おー、やった、トイレ来ましたよ皆さん。マジでいいの来てんじゃん。今回超調子がいいということで、鉄球もゲットしたし、はい、ロッカーもゲットしたし、トイレもゲットしたということで、はい、今回ですね、こちらトイレをゲットしました。それじゃあね、最後こちらの貞子カップを1回やって終わりにしていきたいと思います。
さあということでね、集中してやっていきましょう。貞子カップのグランプリレース本番の方はね、初めてやりますので、どういうステージになっているかわからないんですが、さあどうなんでしょうか。はい、やっていきましょう。貞子仕様になってるよ。なんだこれ、ちょっと待って、難しそうなんですけど。さあということでやっていきましょう。今回ね、こちら初見プレイでございます。ちょっと集中してやっていきましょうか。はい、うわ、おおおおお、こっちか、こっちか、右側か。え、あ、貞子にもいるの。なるほどね。ちょっと待って、まずいなこれ。まずい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 、むずすぎる。ちょっと待って、むずいな。貞子も一緒にレースしておりますが、これはあぶねー、あー、やられてしまいました。ちょっと待って、まずい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 、もう普通にまずいよ、普通にまずいよ。あー、鉄球が来てる。あー、これはね、とんでもなく難しいですね。下のアイテムをゲットしてローラー、え、混乱しちゃったよ。ちょっと待って、このステージはマジで鬼畜、うん、鬼畜ですね、鬼畜の極みだわ。はい、ということで、あ、このタイミングで、青になってしまったので旗が取れませんが、ここからね、頑張っていきたいと思います。さあローラースケート、いいよ。さあここでですね、青になって、このままですね、針山の上を踏んでいきたいと思います。もうちょっと遅いタイミングでも良かったかなと思うんですけどね。さあ1位の人が今のところどこにいるかわからないんですが、あ、いた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 、頑張ってね。あ、この人違うか、1位の人なのかな、うん。さあということで、1位の人すごい早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 い、混乱とか出ろ、混乱とか、重し引いた。はい、ということで2位でゴールしました。むちゃくちゃ難しいステージでしたね。こんなに運営さんいろいろ準備してたんですね。はい、ということでゴールいたしました。皆さんいかがだったでしょうか。青鬼グランプリレースもね、こちら初めてやったということで、はい、順位187位だって。まあ今誰もやってないからね。はい、それでは戻っていきましょう。さあということで、皆さんいかがだったでしょうか。本日動画ね、10本ぐらいね連続で撮影しておりますが、次回はね9回のステージ、めちゃくちゃ難しそうですが挑戦していきたいと思います。ということで、ジェケマルでした。ありがとうございます。失礼します。めっちゃ楽しいわ。